どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんに勧められた暇つぶしミニゲームというゲームやっていこうと思います。早くもバカゲー感がすごいですけど、まあまあいい感じですね。ノリノリのおじさんが踊ってますよと。あー、なるほど、本当にミニゲームがなんかいっぱいあるぞっていう感じかな。で、プレイのチュートリアルが、ありますよと。押し続けると上昇。なるほど、糸通しの感じですね。押したら上行って、離すと下行くよと。これヘで飛んでねえか。多分このおじさんヘで空飛んでる感じがあるんですけど、筋肉マン状態ですかね。ああ、なるほど、茶色のエリアにも当たっちゃダメ。割と当たってたけどね、今。なるほど、まあまあそれでどんどん行こう。あ、終わりかい。なるほど、特にチュートリアルなくても分かるぐらいぐらいのゲームでしたね。まあ、OK、まあまあまあ、僕糸通しっていうゲームをね、結構ガチ勢レベルでやっておりますんで、まあまあ基本的にはこれ上下にあんまり動かしすぎると、その後のリカバリーがなるほど、むずいね。シンプルにぐるぐる回ってるやつむずいな。さあ、ここからはノーカットで10倍速でお届けしていきます。まあね、上下の操作に関してはすぐ慣れたんですけれども、このくるくる回るやつにちょっと割と苦戦してて、ただね、全部半時計回りで回るのが分かったので、あ、なるほど、下の方がくぐりやすいんだなっていうことまで分かりました。もう分かった、多分これ運ゲーですね。あと、いかにぐるぐる回るやつが下上下とかね、にならないか、だからもう半分より上にある、ぐるぐるはもう基本的にあんまり障害じゃないですね。今はラッキーでしたね。まあ、とにかくくるくる回ってて、だから上だとね、向こうから棒がやってくるんですけど、下だと一緒にくぐる形になるので、あっからさまに上半分の方がきついですね。よしよしよし、おお、ええやん。ああ、オッケー、もう最高記録超えた。だからこれさ、右手でタップしてると自分の指でぐるぐるが見えんくなるから、今左手でやってるんですけど、ちょっと右にするか。これ右のはいいな。あ、オッケーオッケー。お、ラッキーパターンじゃない、結構点数いってんじゃないこれ。まあ大体1秒で100点ぐらいのイメージなんでしょうけど、ラッキーじゃないこれ。お、ちょっと待って、めちゃくちゃ記録更新してますよ。今めちゃくちゃ更新してますよ。ええやん。いや、もう来んな、これ1万とか行きてえな。1万行く説あるな。全然下、あぶない。あ、まあまあこう、まあ運でいいよね。いや、でもこれ結構いい成績なんじゃない。ちょっとランキングを見てみましょう。まあまあまあ、友達なんかいねえんだよ。いいんだよ、一人でいいんだよ。おー、174。いや、結構上位いるな。うわ、すげえ、上の人63,000。そんな行く？10分ぐらい耐えたってこと？最高のよし、ちょっと1万目指して、広告視聴でリスポーンしました。さあ、運さえよけ、オッケー、よしよしよし、もう1万超えたらもう俺の中では満足。満足ですわ。もう、これは無理。あー、なるほど。まあ、今回はこうタップするとジャンプするよっていうやつなんで、まあ私ふわふわダンクのランカーですんで、まあこういう系統はまあね、はいはいはい、なるほどなるほど。あ、これ当たらないようにくぐるだけですね。あ、ただこれワンタップでのジャンプが弱いのがあるので、まあちょっと慣れるのに時間かかるかなっていうのはあるかな。だいぶ早い、だいぶ、これ上下、あー、やばい、上から、いや、これダメよ、上下の幅があったらこれ無理やな。なるほど、で、これ、おー、なんだ、こっち合計点か。なるほど、さっきのへのやつだけで10分ぐらいやったと思ったけど、そうじゃねえんだな。なるほど、はい、3つ目の種目やっていこうと思います。とりあえず、まあ前から来るやつから避けろっていうか、あー、なるほど、あー、もうさっさっさ、あー、なるほど、こんな感じで、はいはい、あー、これはもうシンプル極まり、あー、なるほど、これ左の原子が溜まったら、プロレスラーに当たっても勝てるぞと。えいへいへいへい、なるほど、あー、でもこれ、あー、ちょっと無理くね、今完全に壁になってましたけど、よしよしよし、あー、ぶんね。さあ、おっしゃ、オッケー、ギリギリで。で、この無敵状態はなるべくレスラーに当たった方がゲージが回復することが分かったので、よしよしよし。さあ、もうちょい行けよ、もうちょい行けよ。よしよし。さあ、これで、あー、ちくしょう。
まあ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 、ただこれで4000点プラスなるから、ほらほらもう2万点いっとるでしょ。あ、これマジで俺上位狙えるぞ。はい、4つ目のミニゲームやってきました。これもまた左右に動くゲームらしいけど、あ、なるほど、今回はカクカク動くわけではなくヌルヌルと左右に動いて、障害物避けましょう。あ、うっそ、意外とあのキノコの何の傘の部分もちゃんと暗い判定ありましたね。まあ判定に関してはな、初めてでは分からんから。なるほど、なのでちゃんと木の太さ分避けないとダメ。あー、マッチョのチャリがいる、マッチョのチャリが邪魔してくんだな。なるほど、まあまあまあ、あ、くぐれた、よかった、くぐれる。まあちょっとまだ当たり判定がしっかり分かってないので、気持ち離れながら今の間とかやっぱくぐりづらいんかな。あ、で両サイドは柵があるから無限に左右には動けない感じですね。なるべく中央に、あー、寄りたいところだけど、オッケーオッケーオッケー。重力マジ大事だこれ。あー、くそ、おい、四角から木くんなよ。なるほど、四角は気にしとかんとダメなんだな。オッケーオッケー、まあまあまあ、ちょっと3回目、ちょっとこれで一応暫定の点数出して、合計点見て、あと何個でトップ10入れるか、その辺ちょっと見ていきましょうかね。これとりあえず分かったのが、まあ、左右がね、あの柵に囲まれているので、なるべく真ん中にいた方がいい。なるべく真ん中にいつつ、やべえ時はまあもちろん左右に回避して、またなるべく中央に戻る、じゃないと死角にやられてしまう。で意外と木が動くんだよな。なんで木動かそうと思ったんだよ。あの筋肉のチャリのやつ、ほらこいつが動くのはわかるけど、なんで木動くんだよ。ちょっと待って、あー今回いいぞ、なんか配置が割と楽。あー、これでよしよし、ちゃんと内側に戻る、戻るのがかなり大事。おー、ええやんええやん、今んところラッキーパターンが続いてますね。本当にデスパターンがやっぱ来てないんで、いや結構これランダ、あー、ぶねえ、乱数だから、うわ、これいい乱数さえ引けば全然なんかまだいけそう。結構来てるよ。あー、いいよいいよいいよ、ちょマジで奥こう霧がね、いい具合に霧かかっとるね。よーしよし、全然無理パターンこん、全然無理パターンこん、よし、全然余裕、木が少ない、過疎の森だ、ここ過疎の森チャンスじゃないこれ。あ、ちょっと2万いっとるやん、2万いってますやん、これめっちゃいいんちゃう。あのラッキーよ、全然あの危機回避してないもん、普通に来れてる。ちょっと待って、マジで、あー、ぶ、オッケー、オッケー、なー、ぶ、なー、くそ、判定広い。ちょっと待って、これはもう広告見るの一択でしょ。よし、これちょっとマジでスタートも悪くねえし、お、ちょっと集中しよう、お、よし、おし、全然まだ、あー、バッと、オッケー、なあ、もう判定広いのよ、きりたんぽが。よし、まあ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 、これでさ6位、ちょっと待って、もうちょい頑張ったらこれなんか1位狙えそうな気がしてきたな。おい、なんかちょっとガチャルっていうのがあったんで、ほう、いや怖い怖い、なんだよこいつ。キャラクターのガチャか、なるほど、最初に踊ってたご陽気なおじさん以外も使えるようになるぞと。全員この謎のくねくねダンス、全員あのなんか、うん、一緒の動きなんだよな全員、うん、気持ち悪いキャラしかいねえな。おい、あと1万点ぐらい上げたら、ランキングが1位になるので、ちょっと一番ね、点数いってないやつをちょっと底上げしていきたいなと。まあ極論全部2500点ずつアップさせれば、まあ世界一、うん、競技人口は350人ぐらいしかいなかったですけど、まあまあちょっとやっていきましょう。ちょっと記録更新目指してちょっとガチります。うん、全然見えてる。よし、それ取ったか、オッケー、よし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 、これでもう結構いくだろう。よし、あ、もう多分ね、この辺が限界だな、やっぱ
3体まとめてくるパターンがあるから、このゲームは多分マジで2万とか3万とかいけるゲームじゃねえ気がする。いや切れた、無敵切れたけど、まあまあまあ4000点ぐらい更新したから、まあ上等でしょう。これで今よし4位、よしもう全然2位までは余裕だな。よし、あとちょっと伸ばせればでかい。よし、上下、あー上、なんぬー、うわ上急にしたくんな、急にしたくんな、あーやっちった。まあ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 、これでどうよ、 OK やん。あと3000か2000か、いや3000だ。はい、あとはもうこのへのゲームで1万5000ぐらいになれば、1位になれるぞっていう状態になりました。さあ10倍速です。もうとにかくね、いい乱数引くのを、ひたすら待ちました。まあアイワナでね、もう乱数待ちはもう慣れまくってるんで、とにかく待ちました。もうとにかく下でぐるぐる回ってるやつは、もう運ですよ。これは、死ぬやつね。今のはもう主人公と、あ、これも死ぬやつ。だから今の死ぬやつがここ下とかに来るともう基本はアウトですね。まあまあまあ、序盤のうちはいいのよ。序盤のうちは上から避ける、選択肢が全然生まれるというかあるからいけるんですけど、後半もうこのくるくるがもう詰まってるから、今の2つの感覚で上下緩急つけられたらもうアウトですね。よしよしよし、まあこの辺からはもう運ゲー、この辺まではもう、あー、ラッキー、もうこういうことよ。下がくぐれるかくぐれないかはもうラッキー。もうここら辺まで来ると上から避ける選択肢はない。全部のぐるぐるをくぐる。いやー、そういうこと。だから下半分は実質障害物じゃねえと、勝手に思い込んでね、ただなるべくまあ遠ければ遠いほど当たらないので、あとはもう下を維持するだけですよ。あ、これチャンスだな。これマジチャンスだな。あ、いけるぞ。素で、あ、危ねえ、ナイス。いや、これまで素でいけるぞ。素、よーし、いいぞ。相当 A ですやん。よし。ラッキー。あー、まあこれはしゃあない。よし。あとは広告見て、あと30秒ぐらい耐えたら俺の勝ちや。しゃい。おー、オッケー、上から始まん、ちょっと焦ったけど、よし、持ち直した、よし、いや、ラッキー、これ、いくぞ、あー、危ない、ラッキー、いった、よし、いった、これは、ありがとうございます、対戦ありがとうございました。ということで、これでいったでしょう。さあ、ということで、世界一になりました、ありがとうございます。はい、ということで今日は暇つぶしミニゲームというゲームを紹介させていただきました。このガチャに関してもですね、まだ遊べば遊ぶだけコインが溜まってて、そのコインでガチャ回せるんですけど、まだちょっと7体ほど出てないキャラがいるような状態なんで、やり込み要素も非常にあって楽しいと思います。ということで皆さん、ぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。